くねっていうのは地方のまあ長、みたいなね、まとめ役みたいなそういう意味ですよね。なので飛騨を治めていた豪族と一般には言われてきましたけども、中央から見た目たらそのやっぱ地方の強敵みたいな両面宿儺っていうのは脅威だったんでしょうね、まあ、そういうことで日本書紀にも登場してくると。両面宿儺ってどんな人なんだろうっていうことをまあ疑問に思ってね、あのアニメの通りなのかななんて思ってきた人たちが多いわけですよね。でも本当はそうじゃなくて、飛騨の歴史の中でとても重要な両面宿儺が役割を果たしたということはね、新しい発見ということで、まあ、あの来た人にとってはアニメの世界と伝承というかな、飛騨に伝わる文化としてのこの両面宿儺、両方を、まあ、あの学び取って帰るわけですので、一つの効果かなと思いますね。光と影の部分、そういったものを来る人たちとか、まあ、見学者の人たちが両方をやっぱ感じ取っていくっていうことが大事だと思ってるんですよ。まあこう飛騨の人々にとっては英雄であり、飛騨を守った守護神であるけれども、中央から見た目というかな、あのやはりこう怖い存在だわけですから、まあそれをやっぱりやっつけるっていうのは、まあもしかしたらダークヒーローと重なる部分があるんだろうと思いますよね。写真撮っていただいて大丈夫です。